皆さんこんにちは。今日は15歳245日で世界最年少優勝記録としてギネスにも認定されているゴルファーの石川遼選手に迫っていきたいと思います。かつてはハニカミ王子と呼ばれ親しまれていた石川選手ですが、2009年には18歳80日で史上最年少の賞金王になるなど、ゴルフ界で最も期待された選手でした。そんな石川選手に性格や態度が悪いという噂が出てきました。今回は内田裕也さんが激怒したほどの石川選手の性格や離婚の問題などを見ていきましょう。現在もゴルファーとして第一線で活躍している石川選手ですが、その石川選手に対してロック歌手の内田裕也さんがツイッターで怒りのコメントをしています。内田さんはハワイで一番評判の悪い男だと石川選手を断じました。その時の様子とはどんなものだったのでしょうか。2014年1月9日にハワイで開幕したソニーオープンで石川選手はショットに苦しみ、翌10日には予選落ちをしてしまいます。内田さんはこのツアーを観戦していたのですが、12日に自身のツイッターを更新し、石川選手やその取り巻きの立ち居振る舞いについて批判しました。ツイートによると、予選落ちが決まった途端、石川選手のスタッフ数名がどけ、どけ、どけ、どけと強い調子でギャラリーを排除し始めたそうです。その時スタッフは殴りかからんばかりの形相で石川選手を囲み足早に去ったといいます。石川選手は2013年頃からこうした状態が続いていたといい、内田さんは誰も言わないのであえて俺が言うとし、デビューの頃に携帯を持って写真を撮ってくれますかといった若者はコマーシャルで稼ぐとこんなになってしまったらしいと嘆きました。さらに内田さんはそんなに偉いのかい、スポーツマスコミも実態をちゃんと伝えろと怒りの言葉を発し、確かゴルフは紳士のスポーツだったはずだよなと苦言を呈しています。内田さんのツイートの内容がどこまで真実なのか、石川選手の事務所KI 企画に取材すると担当者が不在だと明言を避けました。さらに所属しているカシオ計算機では事実かどうか分かりませんので現段階でコメントできることはないですとはっきり答えることはありませんでした。またソニーオープンでは他のギャラリーから同様の報告はなく、ファンを排除したということについて真相ははっきりしていません。しかしそれ以前から石川選手の素行の悪さは目立っており、プレー中にクラブを投げ捨てるなどの行為もあり、日本ゴルフツアー機構の会長は内田さん同様苦言を呈しています。またゴルフジャーナリストの菅野徳男氏はこうしたトラブルについて、日本のゴルフ界は球を打つことばかりをやっています、しかしゴルフは激しい動きはなく、そのドラマ性で感動を与えるので全人格が問われる競技ですと言い、さらには石川選手はデビュー当初謙虚さを装っていましたが、特別扱いされるようになってその問題点が出てきたと感じていますとしました。これらの問題行動は優勝から遠ざかっていた2010年頃からと言われ、思ったような結果を残せない苛立ちからクラブを思い切りラフに叩きつけたり、クラブを放り投げる、クラブでゴルフバッグを殴る、クラブヘッドを蹴るといった行為は日常茶飯事だったといいます。石川選手のこうした素行の悪さは父親の克美さんの影響が大きいのではないかと見られています。克美さんの悪評は以前から有名で、例えば石川選手が2012年の4月にかねてから交際していた幼馴染の女性と婚約したというニュースがありましたが、こうした報道が出る前に2人の交際を張っていたマスコミに対して、寮で飯を食ってるんだから余計なことを書いたらどうなるか分かってるんだろうなと脅迫まがいの圧力をかけたという話があります。また石川選手が無免許運転で書類送検された際には、週刊誌に対して書かないでくれと口止めしたこともあります。こうした親を見て育ってきたのですから、石川選手の横柄な態度や感情的になりやすい性格も当然なのではないかと言えますね。石川選手は2013年3月に婚約を発表し、
2016年3月には公式サイトで入籍報告をしています。お相手の女性はさとみさんという名前で、2人は松伏町立第二中学時代に知り合いました。松伏町立第二中学校はスポーツ部活動が盛んな中学校として広く知られており、アマチュア、プロ問わず多くのアスリートを輩出しています。石川選手はゴルフ部がなかったことから陸上部に所属していました。一方のさとみさんはバレーボール部に所属し活動していたといいます。中学時代にはほとんど接点がなかった2人ですが、別々の高校であったものの進学後に交際をスタートさせています。さとみさんは高校卒業後に医療関係の専門学校に通い、卒業後は製薬関係の企業に就職していました。結婚を機に石川遼関連事務所で働いており、その手腕は相当なものだと言われているそうです。ゴルフを全く知らなかったさとみさんですので、石川選手の事務所に入る際には猛勉強したことも伺えます。また石川選手はプロ入りがあまりに早かったため、周囲の大人たちは強く意見することができなかったといいます。しかしさとみさんは唯一石川選手に対して強く意見することができるといい、時には石川選手に激を飛ばすこともあるようで、石川選手にとっては非常に重要なブレーンということができますね。石川選手とさとみさん夫婦が離婚するのではないかという噂がまことしやかに流れています。しかし現在のところ夫婦生活は順調で、離婚をするということは現時点ではないと言ってよいでしょう。こうした噂が出る原因の一つは2人に子供がいないということが大きいでしょう。また結婚当初から石川選手の成績が振るわなくなったことも家庭事情が悪いためではないかということで不仲説も出たようです。さらには石川選手の運気を下げてしまっているのではないかという話も出ていますが、これには何の根拠もない話ですので気にする必要もなさそうです。石川選手の不調は腰痛や股関節痛や慢心から来るもので、さとみさんとは何の関係もないと言ってよいでしょう。いかがだったでしょうか。非常に若い頃から活躍し、周囲がチヤホヤするといった環境で育った石川選手ですが、こうした環境が現在の慢心ぶりに影響しているのは確実です。現在も成績は振るわず、ファン離れも深刻な状況になっています。どこかの時点で謙虚になって真摯に競技に立ち向かう昔の石川選手を取り戻して、世界で活躍するゴルファーに育ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。